今の大会で3回目の日本のチームのために3回目の優勝になります。でどんな気持ちになりますか？嬉しいです今日の試合ですか。みんな頑張って勝ってたんで、それに続けて嬉しいです。ありがとう。今日の相手で難しいところがありますか？そうですね、2人とも左利き同士だったので結構やり、今までやったことがなくてやりにくい状況が結構続いて最後まで、それでもまあ2人で結構話し合いながら1点ずつ本当もぎ取ったって感じで、結構内容的にはきつい内容だったんですけど、それでもまあ勝ち切れたのは良かったかなと思います。Lawan ini kan pertama kanan kiri, jadi emang beberapa kali itu timing itu berat ya buat dia. Nah, tapi di sini mainnya pelan-pelan aja, yang penting stabil. Surabaya ike mo, Surabaya wa この町の名前で、ゼロガヤの町の意見は何ですか？すごく人が多いです。岡村さん同じ今回の IC のイルディションマスターで同時に出せる意見は2大会通じて結構成長できた大会だったのかな。まあそうですね、はい。jadi dia menang dia dia bisa menang dua kali pertandingan itu sudah main permainan ya. Terus kalau menurut mereka Surabaya itu harusnya pada baik. で2回で優勝になって、でもナショナルの A チームはどこまで下がる？ギャップが。プレイスタイルはナショナル A までどれくらいになるのか。だいぶ近づいたと思います。だいぶ近づいた。でみんな、あれか、止めたらあげたいかなと思います。来年の目標はありますか？次上のグレのスーパー1000とかスーパー750とかで、まあ、活躍できるように、もう A 代表として回るつもりで頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。